せっかくイヤホンケーブル買うんだから、普段から使える取り回しで、普通と違う外見で、モロチン音も優秀じゃないといや、そんな君はサムネイル見てこの動画を見に来たんだと思う。この美しいケーブルは、JS Hi-Fi のノクターン。なんかめっちゃ高級そうな雰囲気が写真から流れる、黒ベースに金が散りばめられた、上品なデザインだ。が、レビュー時点での価格は、4580円にクーポンがついて700円。プライム価格でいつでもこの値段を提供できるのは、やっぱり JS Hi-Fi ってデタラメだと感じるわ。個人的に、最近の JS Hi-Fi は本当に外さないいいブランドなんだけど、今回は JS Hi-Fi の4000円クラスの中でもトップクラスにおすすめだぞ。このケーブルは、古川銅など、国産の洗剤を一部に使っていることをアピールしている、が、詳細なスペックはわからない。そして、スペックはそんなに気にしなくてよい。古川銅採用のケーブルって、ミノルアフマイルドなケーブルが多くて、イヤホンをよりウォームにしたい時なんかにおすすめなんだけど、ノクターンは明瞭感がかなり強い。それでいて、古川銅を一部採用したケーブルなんかの魅力としてよく挙げられる。中低音域あたりの分厚くなる印象は残ってる。厚みと高音域の刺激性を同時に高めるケーブルで、このような印象のケーブルは結構多いんだけど、ノクターンが特に優れているところは、この傾向の4000円クラスのケーブルの中で、最も雑さを感じない、完成度が高い仕上がりになっていること。高音域側はくっきりと出力されつつ、中低音域以下の厚みを増す、という、高低のサウンドをしっかり拡張しつつ、ボーカルを置き去りにしたり、高音域が刺激的すぎて耳に刺さったり、低音域がブーミーになったりしない、ちょうど良いバランスが実現される。その上この見た目よ。購入時点から、2ピンと QDC 2ピンしかラインナップがなかったので、珍しく、MMCX の設定がないケーブルかも。ケーブルの表面には、細かな金色のラメが配置されており、4000円クラスとは思えない高級感をアピールしてくる。さらに、プラグなんかの基部も、カーボンの折り目の間から金色のワンポイントが覗くものになっていて、やっぱこれ絶対4000円じゃねえって、と叫びたくなる仕上がりだ。それでいて、高音、低音ともに魅力的で、中音域も押しのけられていないという、低音よりのドンシャリ、感触感強めという、ブラックカットやリダジーに並ぶくらいにおすすめしたいクラスのケーブルだ。ライバルとしてさっき名前の上がった、ブラックカットやレッドエイジーと比較してみると、ブラックキャットより若干低音より、全体の見通しの良さは双方共通、より重い低音が好きな人はノクターネがおすすめだな。また、ナイス HCK のもう一つのブラックなケーブル、ブラキンクと比べると、インクが空間全体を埋め尽くすような厚苦しい低音域を持つのに対し、ノクターネは意外とスッキリと残響が止まり、他音域に迷惑がかからないバランスになっている。迫力は増やして、でも、全体の空気感は崩さないで、という、わがままポタオデマニアの要望に応えてくれる、高品質なケーブルだ。見た目の好みは置いといて、取り回しやタッチノイズという点でも、このイヤホンはおすすめしたい。シンプルな4芯ケーブルダグは、若干太いため、ケーブル自体の反発力や、表面の抵抗は多少あるけど、適正に装着すれば、ほぼまず不快感やタッチノイズは感じないはずだ。ノクターンで唯一取り回しで不満に感じたのは、とにかく太い洗剤のせいで、横方向の曲げが弱い、ということくらい、高級感の洗剤、プラグ周り、音質も含めて、値段を隠されたら、多分僕だったら2倍くらいの値段を予想するな。それくらいに優秀で、そして安いケーブルだ。やっぱり最近、JS Hi-Fi は頑張っている。ぜひともテストしてみてほしい一台だぞ。おすすめだ。と、言ったところで今回はここまで。